では2つ目のキーワードで伺ってまいります。はい、小一で明菜ちゃんカット懐かしい懐かしいみんなわかりますかね。こういうのですよ、うん、こういうのこういう外巻きのカールですよね、うん、ここにすごい強くて、はい、前髪がこう、うん、ここのところちょっと立たせる。そうそう一番極端なのが工藤静香でしたけど、ね、そうですね前髪はね、そうですね、そう結構ブリッとした感じの、明菜ちゃん好きでしたね。毎日お風呂上がりは、うん、必ず髪を乾かして、はい、ドライヤーとかコテで髪を仕上げて寝るという、あの小学校1年生の時の話をしてくれてます。 そんな子なかなかいないですよね。今考えたらいないで、お母さんのドレッサーに行ってドライヤーで下地作ってからちゃんとコテで巻いてました、ね、すごい。コテで巻いて、やけどしたりしなかった？してます、してます。ここビチュッとかつけてやってましたけど慣れてたし。あーすごい、うん、今考えれば、今コテ皆さん使ってますけど、私その頃からも使いこなしてて、今考えればすごいうまく本当に巻けるようになってて、すごい美容に執着なる子だったんですね。そうですね、大好きでしたね。人にやるのも好きでしたし、人にもやってあげた、うん、やりました、はい、やりました。もう眉毛は何人の眉を今まで描いてきたのっていうぐらいだからこのお仕事で、うん、もう人の眉はいじり倒して、それが基盤になって今、眉一番得意です。そうなんですか、うん、眉ちょっと恥ずかしい。いや綺麗です、綺麗です。すっごい本当綺麗ですよ、流れが。本当ですか、うん、なんか私が言う美人ラインというのがね、福田さんあるんですよ。本当眉の美人ラインがここにあるんです、下にね。眉美人、うん、眉美人本当に。本当ですか、うん、いやそうか、眉もやってあげて、なんか聞くとこういうのと中学ぐらいになったら友達の髪まで切ってあげてたて、切ってましたね。もう美容師に、ね、なりたかったっていうのもあるんですけど、うん、やっぱり髪変わると変身しますよね、はいはい、男の子も女の子も、うんうん、あのクラスにあんまり目立たない男子とかがいて、夏休み明けとかに投稿すると、うん、髪さっぱりしてると、もうそれだけでちょっと好きになっちゃったりとか、私髪夏休み終わったらこういうふうに持ってきてるっていう話本当じゃじゃなくて髪の毛短く来たらすっきりしててキュンとなるキュンってなるんじゃなくて、うん、明らかにこうビフォーアフターが感じると、はい、やっぱり目も引くし、あなんかいいな、整ってる感じがっていうのが、男の子ですらそれぐらい、ね、あるの で, ちゃうので、うん、女の子の女の人のその髪型、こういうフォルムですよね、シルエット変わるっていうのは、はい、もうかなりの変身度だと思うんですよね。そういうのもあって、人が変身するのがすごい好きだった。ああ、なるほど。なのでアコズマジックっていうちょっと名前を、うんうん、アコズマジックですか？何ですか？アコズマジック。アコズマジック札幌って言って一応、はい、あの、うん、あ、はい、本当だ。会社の名前アコズマジック札幌。そうなんですよね。ママのメイクとファッションアドバイス。はい。そう、このマジックにはその変身とか魔法っていう意味をすごい。うん、含めてるんですけど、またアコの手による変身、うん、魔法をかけることで、うん、皆さんのこう心が晴れやかになったり、はい、楽しくなったりするようにっていう意味をも込めてるんですけど、やっぱりそこにこの頭と顔の変身っていうのが一番手に来てる。あの今のお仕事する前にね、うん、あの美容部員さんもされてたらしいんですよ、はい、どちらとか聞いてもいいですか？あ、いいです。はい、シャネルです、はい、シャネル、シャネルの化粧、おシャネルですよ、おシャネルです、はい、おシャネルのカウンターに立ってね、そういましたね、シャネルの真っ赤なあの口紅してました、うん、してましたね。憧れますね、あれね。クリスマス時期はみんな赤かったですね、うん、なんか食ったみたいなそうそう、人食ったみたいなそれで平気で帰ってましたからね、地下鉄乗って。でもあのシャネルの赤を12月にやっぱりつけたくなるっていう女の子は多かったと思うんで、うん、そうですか、つけてほしいです。みんなでつけたら怖くないですよね、全員赤だったら昔あれですよ、今井美樹さんがね、うん、赤い、もうちょっとオレンジかかった赤でしたけどね、うんうんうん、あのそうですね、入りました。私も持ってましたよ、うん、太い眉毛に赤い唇もやってたことありますよ、うんうんうん、でもあのやってない方は抵抗あるけど、うん、やってみて人が見る分には素敵なんですよね。あ、なるほど、やっぱり艶やかになって、艶やかになって色っぽくなりますよね。あ、そうですよね、うん、たまにはこうちょっと色っぽいバージョンもね、うん、楽しみたい女心はみんなあると思いますよ、うん、終わりだと思うんですけれどもぜひぜひ。あれですか、シャネル時代っていうのはやっぱり修行大変でした、う
そうですね、うん、もう大変でした。あ、うん、はい、あの研修がねやっぱりいっぱいあるので、はい、もう入ってすぐですね、1ヶ月もしないうちに2週間東京行って、うん、缶詰状態の研修受けて、はい、朝から晩までみっちりいろんなことを学んで、でもあの2週間を超えられたから、もう超えられないものはないっていうぐらい自分的には頑張って、うん、そういう研修がどこの会社もそうだと思うんですけど、はい、結構頻繁にそういうトレーニングってあるんですよね。頻繁にそのトレーニングがあるんですよね、はい、もうありがたいですよ今考えればね。そこで、はい、あの身につけたスキルだったりとかで、店頭に立っても自信満々でこうお客様にタッチアップして場数踏んで、もう何百人もやりました、うん、何百人もやりましたね。大好きだったので、うん、あの口紅欲しいって言われても全部とりあえず一遍落としてそっからやらせてもらってましたね私。へ、うん、大好きでしたね。のデパートの化粧品カウンターに行って何が楽しいってそれですもんね。あ、やっぱりそうですよね。そうですそうです。やっぱりこうちょっと いじってもらって、うん、さっきの話じゃないですけど、うん、朝出かけていったのと違う顔で帰ってくるみたいなね、うん、カウンターに行くと、はい、それが楽しみでいきますもんね。そうですよね、うん、いつもの自分のメイクって意外と5年10年変わらないけど、美容院さんにやってもらうとちょっといつもと違う顔になりますよね、ラインとかで目の形も変わるし、はい、そこで新たな発見があったり、鏡に見るたびに違うって思って帰ったりとか、そういうのもやっぱり楽しんでもらって、やっぱりタッチアップすると、うん、またお客様来てくれるんだけど、あやっぱり、うんうん、ちょっとおサボりして、はい、あまりやらないと、はい、あまり変化がやっぱりないと、うん、別にどこ行っても同じだってなっちゃうので、やっぱり変身、変わるっていうことはそれぐらい影響力があるんですよね。なるほどですね、うん、ということはやっぱりあれですね、うん、その片山さんが今されているファッションメイクアドバイザー、そのメイクのおシャネル時代はやっぱり行きましたね、よかったですね。あ、そうですね、すごい良かったです、うん、そうなんですね。だからおシャネルの、はい、シャネルのそのメイク術をこちらでは本当に教えていただけますから、はい、ましてはそのパーソナルなね、うん、お一人お一人に合ったメイクを、はい、あの肌作りから教えてもらえるんですって、はい、それも大きいですよね、やっぱりね。大きいですね。あの、うん、色白いは七難隠すってよく言いましたけど、はい、今の時代ツヤが七難隠すと言われて、うん、お肌のツヤ感、ツヤツヤな方ってやっぱり夜もすごい寝てて、食べ物にも気を使ってて、運動も適度にしてて、もう心身ともに健やかな方がこうツヤ、子供のようなツヤツヤなお肌を持ってるってやっぱり思うので、うん、そのツヤ肌メイクっていうのもスキンケア工学から含めてレッスンしてます、はい、あ、健康そうに見えるっていうのは周りも気持ちのいいもんですからね。そうですね、やっぱ気持ちよい、あの深い、見てて不快にはならないですよね、はい、うんうん、そうだと思う。そういうところもいろいろ教えてもらえるんですって、うん、ということで、も子供の頃からもうドライヤーもコテも小学校の時から使いまくっていたという、はい、大変美容に子供の頃から今思えばね、あの関心が高かったとおっしゃる片山さんでございます、はい、では3つ目のキーワードです。はい、